ワールドカップ史上全32カ国ミシュランガイド。どうもサッカーキングチャンネルのミッシーです。私ミッシーがワールドカップ史上全32カ国を1カ国ずつ丁寧に説明していきます。本日はデンマーク代表を紹介します。まずはデンマークの概要です。デンマークの正式名称はデンマーク王国、首都はコペンハーゲンにあります。面積はおよそ日本の9分の1ということで、日本の九州程度の大きさだそうです。人口はおよそこちらも570万人と非常に少なくてですね、日本でおける兵庫県と同じぐらいの人口だそうです。通貨はデンマーククローネです。次にデンマークの文化について見ていきましょう。デンマークの国旗は世界最古の国旗でして、ダンネブロというふうに通称言われています。13世紀初頭にローマ教皇が十字軍に授けた旗をもとにこの国旗がデザインされました。世界遺産はクロンボー城などです。国技はハンドボール、言語はデンマーク語。続いて食文化なんですけども、料理はフレスケスタイという料理が有名でして、こちらはローストポークみたいなものですね。デンマークは豚の生産国としても有名だそうです。デンマーク発祥のお酒といえば、ビールのカールスバーグが最も有名ではないでしょうか。サッカーファンの方にはもうおなじみだと思いますけども、リバプールの無念スポンサーを務めたりですとか、ウェファユーロのスポンサーを務めています。著名人は、こちらかなり時代遡りますけども、童話作家のアンデルセン、主な著書には、人魚姫、マッチ売りの少女、醜いアヒルの子などがあります。ここで30秒トリビアのコーナー。デンマーク発祥の最も有名なおもちゃ、それはレゴブロックですね。こちら1934年にデンマークで誕生しました。こちらの語源なんですけども、デンマーク語のライゴット、こちら意味はよく遊べというのを縮めてレゴになりましたね。でレゴというのはラテン語で組み立てるという意味も含んでいるそうです。当初は結構そのおもちゃといえば木、木製のものが主流だったんですけども、レゴというプラスチックのおもちゃはかなり当時は画期的だったそうです。ちなみに日本には1962年に上陸しまして、現在はレゴランドというものもあります。ここからはデンマークのサッカーについて見ていきましょう。デンマーク代表の過去のワールドカップの戦績なんですけども、こちらベスト8、1998年に記録しています。今回が2大会ぶり5回目のワールドカップ出場となります。ブラジル大会は逃しているんですけども、最後の出場が2010年の南アフリカ大会。もうここまで言えばもう皆さんピンと来てる方もいらっしゃると思いますけども、その時は日本代表と同組でした。日本代表が3対1で勝利して日本が勝ち上がったわけですけども、ちなみにその時デンマークは1勝2敗のグループ3位で大会から姿を消しています。今回の欧州予選なんですけども、デンマーク代表は欧州予選 E 組に入りまして、そちらを2位で通過しました。6勝2分け2敗という数字なんですけども、確かに勝ち越してはいるんですけども、2敗をしてワールドカップに勝する国というのは、特に欧州予選はかなり厳しい国ですし、2位に入る国でも大体1敗とか1分けが多いかなというので、かなりデンマークにとっては組み合わせは恵まれた方かなと思いました。ちなみにこのデンマークが入った欧州予選の E 組なんですけども、首位で通過したのは勝ち点25で日本代表とワールドカップでも戦うポーランド代表でした。デンマーク代表が勝ち点20ということで、ここで5ポイントも差があったわけですね。デンマーク代表2位で通過しましたので、欧州のプレオフに回りました。プレオフの相手はアイルランド。第1戦はスコアレスドロー、第2戦は5対1で勝利してワールドカップ出場権を勝ち取りました。現在の FIFA ランクは12位、代表の愛称はダニッシュダイナマイトです。今大会臨むデンマーク代表の予想布陣はご覧のようになっています。ベースは 4-2-3-1 となっていまして、デンマーク代表を率いるのはハレイデ監督です。ノルウェー出身の監督ですね。現役時代はディフェンダーとしてモルデやマンチェスターシティなどに在籍しました。現役引退後は監督になりまして、モルデ、フルスですね、そしてスウェーデンのマルメ、そしてノルウェー代表を率いた経験も持っています。デンマーク代表といえばオルセン監督が長年率いてきたわけなんですけども、その後を引き継ぐ形で2015年12月から指揮をしています。そしてコーチにはデンマーク代表としてこちらも活躍しましたトマソンさんがいらっしゃいます。デンマーク代表の予想布陣をご覧になると分かるんですけども、やはり注目選手といえばエリクセンかなと思います。エリクセンはですね、2010年のワールドカップ日本と対戦した時も出場していまして、その時は18歳でなんとワールドカップに出場しています。この18歳というのは南アフリカ大会では最年少記録だったそうです。当時はアヤックス所属でしたけども、そこからイングランドのトッテナムへ移籍しまして、現在は主力選手として活躍しています。そのエリクセンなんですけども、デンマーク代表としてここまで75試合で21得点とかなりミッドフィルダーとしては高い得点力を誇っています。先ほどもお伝えした通り、プレーオフ第2戦が5対1と快勝したわけなんですけども、実はこの試合先制を許してるんですよね。そこからデンマーク代表の攻撃陣に火をつけたのがエリクセンでした。なんとこの試合でハットトリックを達成して、デンマークのワールドカップ出場の立役者となりました。エリクセンのコメントを少し紹介したいと思います。ハットトリックなんか滅多にないこと、最高の気分だ、キャリアや人生において大きな意味があると言っています。確かにミッドフィルダーの選手でハットトリックをするっていうのはなかなか簡単なことではありませんよね。そのプレーオフを含めてですね、欧州の予選で通算12試合に出場して11得点を記録しています。
まあ、ミッドフィルダーとしては11得点は最多の得点数だったということです。そのエリクセンなんですけども、ハレイデ監督についてのコメントもしているので、そちらも紹介したいと思います。ハレイデ監督の就任によって精神的に成長できた、パスよりもシュートを狙うようになったし、よりストライカーらしい考え方をするようになったと。続けて、チームの戦い方が変わり、ポジションにも大きな変化があった、試合に関与するプレーができるようになったというようなコメントをしています。そのエリクセンなんですけども、まあ、所属するトッテナムでは、まあ、ハリー・ケインというイングランド代表でも、まあ、素晴らしいストライカーがいるので、まあ、彼を生かすようなプレーもあったりするんですけども、まあ、デンマーク代表ではより自分が主導権を握って、よりストライカーらしい動きをすることによって、まあ、この得点量産につながったのだと思います。そのエリクセンのコメントからも、まあ、分かるように、まあ、デンマーク代表どういったスタイルを作っているのかというと、やはり自分たちが主導権を握って、まあ、自分たちでアクションを起こしていく、そういったサッカーに変貌しているということですよね。もう一つデンマーク代表の特徴はやはり、選手の平均身長が高いということですね。まあ、特に前線に注目してみたいんですけども、ちなみに3月のインターナショナルマッチウィークでフォワードが6名選ばれまして、その中の4名が190センチ以上、例えばフェイエノールトに所属するヨルゲンセン、ライプツィヒに所属するポールセンは、まあ、190以上ということで、エリクセンの正確なキックを合わせられる前線の選手がいるというのも一つ強みだと思います。その前線は、まあ、流れの中から高さを生かすプレーというのはもちろんあると思うんですけども、まあ、コーナーキックとかっていうセットプレーの時は最終ラインからも、例えばシモンケアであったりクリステンセンといった、まあ、こちらもヘディングの強い選手が出てきます。なのでですね、やはりセットプレーっていうのはこの短期決戦にあって一つ重要なポイントかなと思うんですね。そのデンマークの力強い空中戦の高さという部分にも一つ注目をしたいと思います。まとめ、攻撃的な新スタイルを確立、ストライカーになったエリクセン、高さを生かしたセットプレー、以上をもとにミシュランガイドの評価を発表します。デンマーク代表は星3つです。デンマーク代表は、まあ、ワールドカップでコンスタントに出ている、まあ、コンスタントに結果を残しているという国ではないんですけども、まあ、やはり紹介した通りエリクセンはちょっとスーパーな選手かなというふうに思っています。過去のデンマーク代表、1992年にユーロを制していて、まあ、その時の主要メンバーがピーター・シュマイケル、カスパーではなくピーターですね、お父さんのですね、であったりラウドルップといった、まあ、ダニッシュダイナマイトが、まあ、爆発した年だったんですけども、やっぱそれに次ぐぐらいのタレントになれる素質を持っている選手だと思うんですよね。なのでやはりエリクセンを中心とした攻撃的なスタイルというのが世界の舞台でどれだけできるのかという部分に注目したいと思います。そのデンマーク代表、今回は C 組に入りました。こちら対戦順的にはペルー、オーストラリア、フランスの順番となります。なのでですね、やはりフランスが一つ実力的には抜けているとは思うんですけども、まあ、そこの2位争いのライバル、いきなりペルーと対戦します。なのでですね、ペルー、オーストラリアでここで仮に2連勝ができるとすると、まあ、フランス戦で多少力を抜いても突破というのが決まっている可能性が高いのかなというふうに思います。なのでですね、やはりグループリーグを突破するために第1戦第2戦の勝利というのが一つデンマーク躍進の鍵になると思います。ワールドカップ賞全32カ国ミシュランガイド、今回はデンマーク代表を紹介しましたが、皆様いかがだったでしょうか。デンマーク代表どこまでいけるのか、まあ、注目選手なども含めてたくさんコメント欄書き込んでいただければと思います。そしてチャンネル登録、この動画の高評価もぜひよろしくお願いいたします。これであなたもデンマーク2。以上 YY ワールドカップ放送局サッカーキングチャンネルのミシでした。